はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。面白仏教クイズ、イエーイ。趣旨説明をいたします、はい、これも仏教と関係あるのとか、うん、僕がこれって仏教から聞いたのとか、うん、このヨガの言葉、ヨガの言葉ってあれと関係あるのみたいな、うん、僕が日々こう集めて感動した、うん、ものを、うん、クイズ形式で皆さんに共有したいと思います、うん、よで、うん、マルペケとか、うん、これが正しい間違いっていうのでいきたいと思いますね。皆さん、はい、ご参加いただければ、はい、仏教クイズサンスクリット編、イージー編、サンスクリット編イージー版、これがどのレベルかで、ね、結構ね、あとの展開が変わってきますから。今から5つ、その中で正しくないものが1つ紛れ込んでおりますので正しくないものを当ててくださいませ。一つ目、奈落。奈落に落ちる奈落、はいはいはい、うん、奈落はもともとサンスクリット語で地獄を意味する語である。2、パジャマはサンスクリット語で睡眠を意味する言葉に由来する。おー、由来したら面白いな。3、バンダナはサンスクリット語で縛るを意味する。あ、なるほどなるほど。4、うん、我慢とメートルと阿弥陀仏は語源的に関係がある。どういうこと？我慢とメートルって1メートル2メートル、我慢とメートルと阿弥陀仏は語源的に関係がある。へえ、うん、5、和尚さんのね、うん、和尚の語源はサンスクリット語で先生を意味する言葉である。それはありえそうな感じがするな。確かにね。もう一回いくよ、うん、奈落はサンスクリット語で地獄を意味する語である。1、2、パジャマはサンスクリット語で睡眠を意味する言葉に由来する。3、バンダナはサンスクリット語で、縛るを意味する。4、我慢とメートルと阿弥陀仏は語源的に関係がある。5、和尚はサンスクリット語で先生を意味する言葉である。正しくないものが一つ含まれています。じゃあ1番から順番に答え合わせをしていきたいと思います。ありがとう、ありがとう、食べますね。米から食べるから、もう。ありがとう、ありがとう。米からめっちゃ食べるじゃん。これは正解。サンスクリット語では奈良かと言います。奈良かというのが奈良公園にします。というか奈良というか地獄です、もともと。奈良。はい、奈良に落ちるですね。地獄に落ちるという意味です。2番。パジャマはサンスクリット語で睡眠を意味する言葉に由来する。これはドル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 じゃあスリープはおそらくスバップとつながってる。スリープはそのスバップから来てると思います。スバップっていうのがサンスクリットで睡眠を意味します。はい、それと、スリープは関係あると思いますね。うんうんうん、3番バンダナ。これはバンダというのが締める、ね、そう締める。あこからもう直接に由来してて、うん、なんていうか英語の中ヨーロッパで進化していったらあのバンダナって言葉になったんだよね、うんうんうん、インドではバンダというヨガのテクニックです、うんうん、どんなテクニック締めますよね、はい、お尻を締めたり喉を締めたり、うん、これはバンダナと言います、うん、バンダナとバンダは、うん、同じ語源に由来する。次なんだっけ、我慢とメートルと阿弥陀仏ですね、うん、どういうこと。これは僕が感動したやつで本当に我慢っていうのは我慢のマンがサンスクリット語なんです、うん、マーナから来てるんです、うんうん、マーナというのは、比較することです。だから仏教的には比較することは
あのが良くないって言われてて、あの自分は相手より優れてる、はいはいはい、自分は相手より劣ってる、はいはい、自分と相手同じぐらいだって、こういうこの比較を戒めるところからこの我慢っていう言葉がしちゃうできて、慢心はそういうことね。そうだから、元々の我慢って全然違う、自分を比較しちゃうっていう意味から来てて、なんであの忍耐の意味になったのかっていうのは、ちょっとごめんリサーチ不足だけど、もともとは比べるみたいな、そう比べる、ね、でそれはもともとマーナ、もっと遡るとマーっていう動詞があるんです。マーから来てる。それもサンスクリット語ですか？サンスクリット語でマーです。へー。そしてメートルはまあ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 メートルなんです。え、ちょっと待って、どうなってそうなったの？じゃあ音の感じは分かりますけど、意味的になんでそうなったの？だから測ることです。だからメジャーってことでしょ。メジャー、メートルとかは全部もともとマーから来てる。まあ、これを5コン、ルートって言うんです、5コンって言うんですけど、うん、そこから、まあっていう元の5コンっていう動詞があって、そこからこういろんな言葉が派生していくんです、うん、長い長い時をかけて、うん、でも長い長い時をかけてヨーロッパの方ではメートルとかメジャーとかになってる、うん、ので、あの我慢とまずメートルはつながってる、うんうんうん、そして最後の阿弥陀仏が、基本的に説明しないといけませんね。いや普通に、阿弥陀仏はもともとアミタイユスなんです。あ、ね、あっていうのはよくやってるからもう分かると思うけど、否定なノットなんです、うんうん、まあ、これは、うん、あのアトムとか英語でもある、うん、で、アが否定で、うん、アミタでしょ。ミタ、あれなんかメートルっぽくない？あ、本当だ、アメメートル、メートル、アメタ、あ、長さ見たっていうのは、うん、あの測ることです。測れない。測れない。はい、測れない。無料。そう、その通り。そう、無料呪術の無料です。無料あれは漢字で書くと無料なんですね。はい。測れない。阿弥陀の見たはミーターと同じなんです、全く。うん、で、ミーターがアだから測れない。その通り。へえー。で、面白い。で、後ろにアーユス、アミタアユス、アーユスってあのアーユルベーダです。命の意味です。アーユルベーダっていうのはもともと命の知識という意味だ。命の学問をアーユルベーダというんだけど、だから測ることができない命、無量呪物。おお、うん、ね。で、アミタバという別名があるんだけど、アミタアーバというのは光なんで、そうすると、うん、あの無量鉱物になって、あの阿弥陀の別名にもなるんだけど、どっちも阿弥陀様を意味するんですか？どちらも阿弥陀は入ってるんです。あのてか2つの属性を持ってる、同時に持ち合わせ、もう計り知れない命と計り知れない光という2つを持っているのが阿弥陀です。その通り、その通り、面白いということで、これは正解。これは面白いですね。これがね、一番怪しいから本当かな、引っ掛けられたんだ。いや、めちゃめちゃ分かります。めちゃめちゃ引っ掛けられました。完全に完全引っ掛けられた。これはアストルだろうみたいな、はい、めっちゃ分かる。これが、まあ、この問題が一番僕の好きな問題ですね。これに引っ掛かってくれてありがとう。まあまあ引っ掛かれましたけどね。だからもう、まあ、気持ちいいっすね。まさかの、そう、まさかの引っ掛からないだろうと思ってた、和尚が引っ掛かりましたね。和尚がさ、サンスクリット語なのかなっていうのが分かんなかった。ウッパッジャーが来ますね。ウッパッジャーとか、あ、まあ、パーリ語ではウッパッジャーから。ウッパッジャーが和尚になった。ウッパー、で、ウッパー、ウッパーディアーヤか。サンスクリット語だとウパディアーヤがウパディアーヤ、ウパディアーヤ、ウパディアーヤ和尚になってます。ねえ、偉いですかね。飛躍ありそう。飛躍してます。でも考えてみて、和尚って意味ないでしょ、漢字。そうそうそう。意味なしてないでしょ。あれ音写語なんですよね。あとね、当て字っていうか。当て字なの。うん。ウッパ、多分ね、ウッパッチャーから来てるんで、ウッパッチャー、ウッパッチャー、パッチャーから和尚になってるんですよ。よくあるんだよ、このパジャーだけ残るパターンっていうのは よくあるんだけど、はい、これはね、いまだにあのインドではあの言うみたい。そう、はい、普通に先生のことをあのウパダーヤって言うらしい。それはあの仏教的な先生のことを指してるんですか？先生が尊敬するとか、なんていうのか、悟りを開いたとか、そういう意味なんかで、まあ、一般的な先生、単純な先生で言うらしい。ああ、だから先生、ベトナム語のタイっていうのと一緒みたいな感じ、うん、あ、これ怪しいな。アジャリの方がそうだったかな。アジャリか、このウパダヤはよく使うって言ってたな。まあ、どっちか怪しいけど、でもアジャリとかも頻繁に、あ、そうだ、アジャリだ。ウパダーヤはちょっと特殊な、律の特殊な、なんていうかな、
戒律を受ける時の先生にしか仏教プロパーでしか使わないんだけど、アジャリの方も先生なんです意味的には。でアジャリの方は結構よく使う。タイだとなんか小学校で先生って時にアジャリって言うらしい、って言ってたと思うんですよ。ちょっと曖昧だけど確かニャーナルトさんがそう言ってた気がする、だからアジャリアジャリと、あのアーチャンニャーナルトのアーチャンはアジャリです、アジャリです。だ日本とアジャリのなんていうのニュアンスめっちゃ違う。確かに日本だと千日解放業した人ですかみたいな、そういう感じなるんだけど、修行した人アジャリアジャリ、そうアジャリもちろん、はい、アジャリもちろん美味しいやつね。ありがとうね。食べた。もらったんだ私。よかった。先生になれるんでしょ。一問目がまたいいですね。それが一番いい人。これが一番もう一番いい人。一番いい人なのか。他先いけるか。二問目いきましょう。二問目いきますか。はい。サンスクリット続けていい？あ、じゃあ一旦続けて応用編言っていい？はい、お願いします。言っちゃっていい？サンスクリット応用問題。応用問題。合ってるものを一つ選んだ。はい。一番、旦那はサンスクリット語で夫を意味する言葉から来ている。二番、バカの語源はサンスクリット語の愚か者を意味する言葉から来ている。トンジン、チの地から来ているのがそうかな？どうかな？っていう。あー、なるほどなるほど。三番、アバターと、アバターね、映画アバター、ね、アバターとアバタ、アバタは語源的に関係がある。ちなみに両方ともサンスクリット語から来てます。それは間違いない正解なんだけど、語源的に関係があるかどうかを皆さん考えましょう。次行きましょう。きんぴらごぼうはコンピラ神イコールクビラっていう神様ですけど、コンピラさんっていうのは、クビラに捧げられる供え物であるからきんぴらごぼうという名前がついた。5番、なんじゃらほいの語源はサンスクリット語で水の神を称えるナムジャラハイから来ている。なんで笑ってるの？いや難しい。いい問題作るなと思ったでしょ？いい問題作るなと思ったでしょ？いい問題。初めてやってそうだよね。いい問題作る。マジでむずい。じゃあいきますよ。はい。1番。旦那はサンスクリット語で夫を意味する言葉から来ている、はい、これが合っているのを挙手すればいいですか、はい、これが合っていると思う人、はい、はいはい、この間やりましたね、はい、これやりました、ね、やったんすか、やりましたね、はい、ダーナから来てますね、伏せから来てます。もともとはダーから来てるんですけど、与えるという意味で、英語で言うとドネーション、これは同じ語源、それが旦那って意味ですか。つまり与えてくれる人、自分を支えてくれる人、そこからだんだん夫にこう意味が変化していく。ああ、確かにそう言われると確かに。そう、だから夫がもともとの意味ではない。まあそうだ。2番、バカの語源はサンスクリット語の愚か者を意味する言葉である。せーの。頑張れ。これはどうでしょうか、ショーモンさん。どうぞ。嬉しい嬉しい、誰もあれをあげなかった、嬉しい、すげえ。もう一回言ってください、もう一回言ってください。バカは、はい、バカの語源はサンスケイト語の愚か者を意味する言葉から来ている。トンジンチの地なの？モーハです。モーハ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 、バーカバーカ。バカは中国でマルになります。マル、モーハマル、ちょっとこっちは近いよね。知らん。でマフ、多分マル、マフ、モーハがマフになって、で現代中国だと多分マフマルになってる。だから違いは、ね、で日本語だとバカになっちゃってますけど、だいぶ離れちゃってますけれども、もともとはモーハから来てる。作文力が高いですね。みんな意外にあれだね。引っかかるね。案外しっかりかかるって、嬉しい嬉しいです、なんか嬉しそうだし、いやそうですか、もういないよね、意外にしてるな、普通にむずいっす、本当に途中でヒント出しすぎたのね、トンジンチの地ですみたいなのちょっと、あ、これでバカ、全然わかんないから大丈夫、地でもう、そう、地って言っちゃったら、あ、モーハだねみたいな、バカだって分かっちゃう、その連想しないしない、全然しない、モーハわかんないから、連想しないです、その知識がないです、そうか、そうですか、で3番のアバターとアバターは語源的に関係がある、これはこれが丸？これはだから、ブーです。ブーなのね。合ってるのはいくわけだから。あ、そうですね。アバターの意味知ってます？知らない。ちなみにアバターの、その映画アバターの意味は何なんですか？分身じゃないですか。あ、そうですね。
あのブッダは誰かのアバターですか、知ってますか。インドではインドで仏教は滅びてますけど、あの、うん、一番強い神様じゃないですか。ざっくりしてるな。誰誰一番強いシバ、ボンテン、ああ牛、ボンテンじゃないです。ビシュヌ神の9番目のアバターがブッダなんです。そうなんだ。インドではね、仏教は滅びてるけどブッダは崇拝されてるし、仏教の聖地も守られてるっていうのは、一応ヒンドゥー教のパンテオンに位置づけられてるんですよね。でアバターというのはつまり化身の意味です、はい、その人が人間の形をとって生まれて今あるみたいな感じ。そう、あというか、まあ、英語の意味で、あとそうですね、日本とサンスクリットのアバタールだとその意味です、うん、その本来は大日如来なんだけど、こっちではアマテラスオミカミ出てきますよみたいな、 あれがアバタールです、はい、でも英語だとはアバターって、うん、あれも多分ね、なんていうの、そのサンスクリット語からアバターを取ってきたわけじゃなくて、独自進化して勝手に残ってるパターンですね。だからそういう言葉があるってこと。だから千年の 時を隔てた兄弟がまだ見つかるパターンです。千年どこじゃないな、2000年ぐらい隔てる。じゃあそのアバターは関係ない。アバターはアルブダっていうね、うん、これなんだっけ、この皮膚にできるなんていうの、水泡、はいはい、ブツブツがあのアルブダっていうあって、そうですよね、そういうアルブダ地獄ってのがあるんですよ。地獄、どんな地獄いっぱいできる。あのドライアイスみたいなところの地獄があって、めっちゃ寒いんですよ。ドライアイスみたいな地獄があって、そこに行くと、うん、あの要は低温やけどしてブクブクになるからアルブダ地獄。地獄のうちの一つっていうこと。そう、そこからアバターが来てる。これとかも絶対騙されるな、なんかみんなこれ怪しいと思われるだろうなと思って。次は僕ね、自信作だったんです。次は何でしたっけ。きんぴらごぼうはとんぴらって。これ見たことあった。それだった。それだった。嬉しい、嬉しい、嬉しい。完全に。綺麗に引っかかれてる、ね、みんな素直ですね。知らないです。歌うこと、それだと思った。歌うこと知らないですよ。みんなピュアなんですよ。はい。本当にコンピラシンっていうのいる。コンピラシンは首らしいんですね。首らしい。ちなみにういうことなの、シャチホコもあの、この機械でガンガン雑ネタ、うん、雑ネタあのシャチホコも首らしいんだって言われてますね。そうなの、ね、シャチの。クベーラーだったと。クベラシンはそのシャチなの。シャチとワニって空想上のなんていうの、あのシャチとワニ、シーモンスターなんですよ、要は。でそれがあのシャチ横のシャチにもなってるし、あのコンピラさんのクベラシンにもなってるし、でもし問題がコンピラシンとシャチ横は関係があるだったらまるな、ね、これにしようかともちょっと悩んだんだけど、だとしてもむずいですけど、だとしてもむずいですけど、じゃあきんぴらごぼうは何なんですか。きんぴらごぼうは江戸時代に流行した浄瑠璃、きんぴら浄瑠璃の主人公で、金太郎で有名な坂田金時に息子、という設定の坂田金ピラに由来している。あ、全然コンピラさんとは関係ないよね。はい、つまりこのジョウルリですね。あ、そうなんだね。で一番問題なのはなんじゃらほいですね。なんじゃらほいですね。これなんかどうやら属す、あ、なんじゃらはいでは全くない。これは僕が勝手に作ってた。作ってないよ。なんじゃらはいはあるんです、あるんです。それは僕が当てはめただけです。なんじゃらほいに。どういう意味のやつ、なんじゃら。本当はどういう意味。ナムってのはあれです、ナムアミです、ナムで。だからな。じゃらはい。ナマスですね。礼拝する。じゃらっていうのはあのあれです、あの水の意味です。はいっていうのはあのよく最後の掛け声みたいなんです。はい、ヘイジェーみたいな感じで使ったり、はい、あるので、これはまあこれで、まあ、一応僕が勝手に作ったサンスクリット語です。でもなんじゃらほいはどうやらサンスクリット語だという説もあるみたい。へえ、もうこれはあのなんか怪しい説だったんだけど、うん、あのそこまでリサーチしてないんだけど、うん、らしいよ。なんかサンスクリットから来て、あの、なんかお祭りもあるんだよね、なんじゃらほい。なんじゃらほい祭り、はい、なんか長野の方ね。あ、そうなの、日本に。なんかこういうこと言うと、ね、都市伝説なんだけど、なんか安曇のあたりはなんかユダヤ人がうんぬんみたいな、あれあれのカルトみたいな、なんか安曇野っていう名前はなんかね、なんか古代のユダヤ人の怪しい、マジで、あ、そういうのがあって、それにちょっと接続できそうな感じのなんじゃらほいでした。そう、次は合ってるものは一つだけです。 YouTube コンテンツ見てたら大体わかる。
これは当てたいな。でも一部わからないのはあるけども大体当てたやつ、うん、仏教クイズ、はい、ででん1番 MBSR とはマインドフルネスベースのスーパーリアライゼーションである。2番ティクナット・ハン氏はタイ人である。3番ブッダが説いたマインドフルネス気づきの経典のパーリ語、もともとのインドの言葉のタイトルはアーナパーナサティスッタである。4番マトリックスはインド神話をもとに作られている。映画マトリックスのストーリーはインド神話をもとに作られている。5番ビートルズの歌詞の中にはマントラが隠されている。隠されてそう。隠されてそうだね。めちゃめちゃ隠されてそう。そこで隠されてそう。今の流れで言うとこれだけなのか。隠されてそうだな。そうもシャコさん作文力の裏を読むみたいなことに伝わってくる。この中で正しいの1個だけ。はい、1個だけ1個です。話は1個。1個です。もう一回ちょっと繰り返していってもらっていいですか。1番 MBSR とはマインドフルネスベースドスーパーリアライゼーションである。2番ティクナットハン氏はタイ人である。はいはいはい。3番気づきの経典の現代はアーナパーナサティスッタである。はいはい。4番マトリックス映画マトリックスはインド神話をもとに作られている。5番ビートルズの歌詞にはマントラが隠されている。わー、この中で正解が一つなんですよね、うん、正解を選ぶってことですね、はいはい、わーわどれだ？1番が言いましょうか、はい、MBSR とはマインドフルネスベースドスーパーリアライゼーションである。これはこれが正解だと思う人。じゃあ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 しょうもさん正解お願いします。じゃあこれは聞き損でしょ。何ですか。マインドフルネスベースストレスリダクション。ああ素晴らしい。マインドフルネスストレスストレス低減法ですね。良、はいはい、かったです。これ答えなかったよ。これ答えなかったやばいですね。はい。あ、2番も簡単でしょう。2番。ティクナット・ハン氏はタイ人である。これが正解だと思いますか。正解だと思う人。違うね。違うね。ブー。何人ですか。ベトナムですね。ベトナム人ですね。ベトナム人。でもタイって呼びますよね。そうですね。あれは何ですか。先生の。そうですね。ここの引っ掛けですね。そこのちょっとした引っ掛け。引っ掛けもいいね。じゃあ3問目以降だんだんと怪しかった。この辺が怪しい。そうそうそう。はい。気づきの経典の現代はアーナパーナサティスタである。これが、正解だと思う人。これ。まだ考えてるんですか。サチコさんこれする？どうする？これにする。ファイナルアンサー？うん。本当？あ、本当？オンラインも来ましたよ。オンライン来た？はい。では正解いきましょうか。ドルルルルル。よかった。想像以上にこれ楽しい。めちゃ盛り上がって。ミラが開いてきましたよ。本も本もです。作った。よかったよかった。作本すげえいい基盤です。アーナパーナサティスッタというのはこれはあの呼吸瞑想の経典です。アーナパーナっていうのが、アーナが、入足、パーナが、出足、出足パーナプラーナです、うんうん、アーナだからアーナプラーナスムリティスートラになりますね、うんうん、サンスクリット語、うんうん、だから、出る出入足念経という訳がついてます、うんうん、気づきの経典は念処経なんですが、タイトルはパリ語ですね、はい、サティパッタナスタ、ね、すごいじゃん。すごいすごい。サティパッタナスタやりましたか、はい、サティパッタナスタ、はい、サティがマインドフルネスですね、うん、パッターナというのがこう確率とか打ち立てる、うん、そういうスッタスートラ、うん、経典だということでこれはブーでございます。言いたかった。嬉しいよ。嬉しい。よかったです。よかったです。はい。4番。はい。マトリックスは、インド神話をもとに使われた。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。どうぞ。なんでこれもっと嬉しいよね。なんかこの間さ、なんか最後に。マントラの歌だって言ってましたね。そう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 。それを引っ掛けてるんで。やー
出てきましたね。出てきたでしょ。すごいそうそうそう。すごいな。なんだっけな。マトリックスは確かね、あのボードリアルっていう現代哲学者がいて、その人の、哲学書をもとに作ったんだって言ってましたね。そんなことがありますね。哲学書。なんか消費社会となんちゃらっていう、僕も昔、ちょんって読んだ、ちょんって読んだやつの。そうだね。はい。だってね、なんとらがね、うんうん、あの、エンディングね。そうそうそう。はい。せっかくだから聞きましょう。最後分かっちゃいますね。そうね。ビートルズの歌詞にはマントラが隠されている。これが正解です。これさ、最もらしいもんかなと思ったんです。どれに？どういう風に？ちなみにどの曲だと思う？あ、じゃあ2択。レッド・イット・ビーか、アクロス・ザ・ユニバース。どっちだと思いますか？レッド・イット・ビーはあるか？アクロス・ザ・ユニバースじゃないですか。レッド・イット・ビーはないかな？アクロス・ザ・ユニバース、皆さん知ってますか？ちょっと聞かんと分からん。どういう歌？知ってますか？あのサビです。サビマントラです。サビがサンスクリット語のマントラで、ジャヤグルデーバって言うんですね。どういう意味どういう意味どういう意味？あの神のごときグルよ万歳って言うんですね。ジャヤグルデーバ。この前後の意味は何なんだろう。そういう感じの歌詞なんですか？そういう感じの歌詞ですね。多分アクロス・ザ・ユニバースっていうのもその、うん、あの宇宙を超えてっていう意味なので、もう瞑想とかされてたからね。すべて Nothing gonna change my world なんで、はいはい、何者も私の世界を変えはしないっていう。おー、うん、いいですね。あの、あのリシケシに行った時にビートルズが修行していたところを 見に行きましたけど、結構ちゃんと修行されてましたね。有名ですよね、授業してた、うん、はい、TM 瞑想してたんですね、あ、とか TM 瞑想と、うん、あれトランセンダル、トランセンデンタルだから、うん、超越瞑想とこのアクロス・ユニバースもかかってる。あ、なるほどね、超越とね、はい、うんうんうん、どんどん深い意味でいきますね。ちなみにマドンナとか調べてて面白い、マドンナとかにも全編サンスクリット語のこう、シャンティシャンティみたいな、その通り、その通り、その通り、シャンティ、そうなんですね、はい、はい、あのミュージシャンでスピリチュアルにさ結構やってる、取り入れがちなんですね。ということ、あ、これ正解した人だ。はい。僕とリキさんじゃないですか。ああ、そうですか。ちゃんとチェックしといてね。そうそう、自分自己申告ですね。自己申告だね。正解だもん。ではラスト2問です。はい。日本編。正しいのが1個。正しいのが1個ね。うん、正しいのが1個です。1、仏教を日本へもたらしたのは聖徳太子である。うん、あ、ごめん、また1個正しいのがあるってこと。もたらした。融通念仏宗の宗祖は仁宗上人である。3番、法隆寺のご本尊は釈迦如来である。法隆寺。四天王寺のご本尊は四天王である。4番これ。5番、三井寺。音上寺ですね、はい、三井寺の鐘は日本三大盆書の一つである。1番が仏教を日本へもたらしたのは聖徳太子が1番、2番が融通念仏宗の宗祖は仁宗上人である2番、3番法隆寺のご本尊は、釈迦如来である、4番四天王寺のご本尊は四天王である、5番三井寺の鐘は日本三大盆書の一つである、正しいものは一つだけ。うん、いきますか、はい、1番仏教を日本へもたらしたのは聖徳太子である、これが正解だと思う人。もたらした、違う、違う、はい、もたらした、はい、ルルルルブー、疲れてきた、テンション低い。聖徳太子は日本仏教を広めた人ですね。そうですね、そうですね。もたらした人がかかったんですよね。伝来は仏教公伝といって、遣唐使じゃなくて、いや、遣隋使。百済の施設、朝鮮の施設が仏教っていうのがありますよということで、天皇さんに仏像とかを持ってきたんですよね。それが善光寺のご本尊さんなんで。それを誰とかではなくて、その、施設なんですね。
が、です。だからショート返しではありません。はいはい、2番、融通念仏宗の宗祖は人称承認である。正解だと思う人。はい、地味に1000回突破してたやつですね。地味にね、こんなマニアックな人を取り上げてくれてありがとうってコメントが来て嬉しいやつ。何やったそのあれですね、宗派の人ですね、多分その宗派の人が取り上げて、多分日本にはななお寺何軒あるんだろうね。500軒、100、200、300とかじゃないかな。これはじゃらららららブーですね。両人称です。両人称です。じゃあ、3番いきます。法隆寺のご本尊は、釈迦如来である。じゃあこの辺だ。これやばいよね。法隆寺ですよね。はい、うん、法隆寺の正解と思う人は、ご本尊いきますか。ファイナルアンサー。いや俺もこれじゃん。いやいやいや滑り込みいいですか。滑り込みみんなメモってね、何もあるから。私も全然メモってないからね。釈迦如来だったんだなと思って。あの有名な釈迦三尊像で、これは聖徳太子等身大の、はい、聖徳太子の病気平穏に願って作った、仏様、お釈迦様がご本尊でございます。ということで、四天王寺のご本尊は四天王である。これは引っ掛け問題でございました。四天王、はい、何でしたっけ、ね、地元でしょ。なんかそうなんです、一緒に行きましたもんね。見たしね。見たし、一緒に何なら見たからね。これはグゼ観音です。そうだそうだ、これも聖徳太子がモデルって呼ばれてるグゼ観音ですね。はい、でミーデラの鐘は日本三大盆書の一つである。はこれも間違い。日本三大盆書分かる、覚えてます？千音院と、はい、千音院ですね。あと東大寺、あともう一つが方向寺です。方向寺、あー出ないな。秀吉が建てた大仏の寺ですね。で、三井寺はね、弁慶の逸話が残ってる鐘ですね、確か。弁慶がなんだっけ、何したんだっけ、担いで持ってたんだからな、紋章を。はい、めちゃくちゃ重たいのに、うん、何トンとかじゃなかったですけど、うん、そうそう。でもこれは有名な鐘ですね、三井寺の鐘も。ということで、間違いでございました。じゃあラストいきます。ラスト問題、ラスト正しいもの一つだけ。1番、布団はもともと座禅の道具であった。2番、家康の先祖は浄土宗の僧侶だったという説がある。3番、聖徳太子のお墓は法隆寺にある。4番、浄土三部教徒は無量寿教、阿弥陀教、浄土三昧教である。5番、般若波羅蜜は火の神である。正解を選ぶんですよね。正解を1個だけ選ぶんですよね、はい、布団はもともと座禅の道具であった、はいはい、が1番。2番は、家康、徳川家康の先祖は浄土宗の僧侶だったという説がある。3番が、聖徳太子のお墓は法隆寺にある。4番は、浄土三部教とは無量寿教、阿弥陀教、浄土三昧教である。そして5番、般若波羅蜜は火の神である。いや全然分かんない。本当ですか。どうだったっけって。嘘、本当ね。僕に優しくしてくれたらダメだ。顔が強すぎた。シンプルでむずいっていう。全然シンプルむずいっていうだけです。全然僕基準で練り切れてないやつです。普通にむずい。これ簡単。そうもさ、基準が本当上すぎる。だいぶ簡単これ、だいぶ簡単これ。じゃあそうは一般人じゃないですか。もうレベルが。そうかな。じゃあ行きます、ね、一応本当だいぶこれ簡単なんか、これあ、しまったな、最後にするには簡単すぎるかなと思いましたけど、まあまあ行きましょうか、はい、1番、はい、布団はもともと座禅の道具であった。これが正解だと思う人。これかな。チャンネルアンサー、じゃん、丸。いきなり正解した。すごい、すごい、すごい、すごい。布団はもともと座布のことを布団と呼んでいます。えぇ、ー、これです。座布が布団だと。今でも臨済の騒動に行くと確かあれですね、布団と座布が合体してる。ちょっと待って、座布の形をしてるものを布団と呼んでたって。曹洞宗のは丸いですよね。丸い丸い。臨済宗のはマジで布団みたいになってます。やばい。これ折るの？折って。っていうか、2つに重ねると座禅できるし。なれば布団になるんです。ヨガマット的なね、もっと太いですよね。太いですね。へえ。だから布団はもともとその前奏
の、 あの座禅の道具であったのがだんだん民間に降りてきて寝る道具になった、座布団って言ってみたりとか、そうだから座布っていうのは、うんうん、あれは座る布団ですけど、もともとは布団がそっちだった。すごい力さすごい力さ、こんなの こんなへーって言ってもらえる、ね、それが嬉しい。2番だこれ、絶対これでしょって思ったけど、え、だって2番もちょっと怪しいな。上州なかったっすか、ね、ね、だって上州なかったっすか。徳川家康は上州の檀家さんです。檀家さんか、祖先らとかじゃないのか。上州、家康の先祖は自習のお坊さんだ。自習か、はい、お坊さんだった説はあるわ、定価ですけど、自習、ね、浄土宗の僧侶ではない。あんな引っ掛けられた。引っ掛けだね。なんかそれだと思ったもん。浄土宗のイメージめっちゃありましたよ。あ、そうですね。自習か、浄土宗の意味もあったと思うんですけど、はい、それも違う。聖徳太子のお墓は法隆寺にはありません。どこにあるの？どこでしたっけ？一緒に行ったよね、あなたは。そうですね。永福寺です。永福寺、はいはいはい、もう有名な奈良県ですか、ね、大阪だよ。大阪だよ。あなたギリ大阪なんですね。ギリ大阪です。はい、南河内永福寺。永福寺で、これはすっごいいいお寺だ。あそこ良かったです、ね。あんまり知らない。なんか僕のフェイスブックめちゃくちゃ良かったです。動画上やってなかったですっけ？開けました。そう、動画上がってますんで。あ、そう。はい。と、ともこさん大阪近いからね、行ってみて。あ、ね、うん。めちゃくちゃいいお寺でしたね。めちゃくちゃいいです。はい、次は浄土三部教とは無量寿経、あ、浄土三部教なんですか？浄土教違って、すみません。正解を言ってください。すみません。これ違ってるから。阿弥陀経、はい、無量寿経、観無量寿経。正解です。それはなかなかすごいです。このやりましたもんね。僕が言ったら無量寿経、阿弥陀経、浄土三昧経です。聞いたことないなと思った。はい、浄土三昧経あるんだ。勝手に作ったんですよ。作ってみたんですよ。作ってみた後に調べたあるの。で、きっかけで作ってみたら、あるんですね。浄土の土が土じゃなくて、あの、なんていうんですかね。一度二度三度の土、土ですけど、はい、ちゃんと浄土宗辞典に載ってました。すごいですね。はい。般若波羅蜜は火の神である。はい、これは違うんですが、何の神なんですか？で、女神ですよね。は、女神です。何の神ですか？何の女神？はい、何のとかありましたっけ？いや、それは般若波羅蜜。般若波羅蜜。般若波羅蜜の女神。般若の意味です。だから般若波羅蜜って何、どういう意味ですか？知恵。はい。波羅蜜は？悲願。まあ知恵の完成というか、はい、知恵でもって里へと渡してくれる女神、はい、で、まあ、知恵の女神ですね、うん、だから火の神じゃなくて、うん、火の神はちなみに、今でも有名な火の神は名前は何でしょうか、サンスクリットで、アグニ、そうです、うん、アグニです、うん、アグニは火の神で、うん、あの豆知識いっちゃうと、車の道具の中でこのアグニから来ているパーツがあります。あ、わかったわかった、はい、エンジンつけるやつです。アクセル、わかったわかった、違う、イグニッション、その通りです。あ、イグニッションはアグニから来てますね、はい、だからこう、あの、僕は車をこう火をつけるために、あのエンジンをかけるためにアグニッション、アグニが、アグニが、アグニが絶対しょうもんしかいない。何ですか、日常が豊かになるじゃない、わかる、アグニが、アグニがみたいな感じで、神が宿ったみたいな感じで僕楽しくなりそうですね、はい、その密かな楽しみとしてアグニめっちゃ大事でね、うん、本当にアグニっていうのはこの、なんていうの、地上の人と天下をつないでくれるこの神様なんですね。なんかこう火をごまだきするでしょ、うん、あれはアグニによって、あの、成就されるんですよ。天にごまだいて火を焚いてるから、こうアグニさんがこう運んでくれるメッセンジャーなんですよ。なるほどなるほど。成績発表はい、皆さんお疲れ様でございました。した、はい、じゃあ成績発表をしていきましょうか。うんうん、何問やったっけ、全全5問。5問やったんで。だから1問正解から順番にいってきますので、うんうんうん、はい、はい。じゃあ1問正解の人。正解して、ゼロかもしれない、私。ゼロです。はい、ゼロです。はい、オンラインの人もいいですよ。はい、はい、2問正解の人。あ、2問、2問。お、2問か、意外だな。おこの辺よく当てたなと思って、うん、当てた感じだったけど、はい、3問。
あれ2問がマックスなんじゃない？マジで？次、次行きましょう。次分からない、4問がある。4問、全問正解は4問私だけですね。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。バックモーションですか。オンラインは大丈夫？オンラインは大丈夫。大丈夫。大丈夫。2問がマックス？すごいよ。あ、ゼロ？あ、ゼロか。ゼロか。じゃあ。じゃあ2問正解は3人いたい。確率で当ててるじゃない。いや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 、しょうまさん信じてしまってね。何をされたの？あ、その大きいカバンに景品入ってるんで。景品が 何個分入ってるのか。だから、うん、ちょっと予想外の事態になったんで分散していこうか。難しいってこれみたいな。本当難しいかな。難しいかな。復習しないと分かりませんね。確かに。ちゃんと見てないと分かんないもんね。いっぱいありましたね。これは、千葉から、千葉から来た、リキさんには、この、三河名物八丁味噌これは、これはぜひ。千葉、千葉から。具全員特製甘酒も。よかった、これ。愛知県の人にあげれないなと思って。まだまだ千葉から、うん、すごい、あ、うれ、う、ね、はい、で、じゃあ、じゅんさんにいい方、いい方、いい方の、うん、ちょっといい飴、あの、栄太郎飴なんです。じゅんちゃんおめでとう。じゅんちゃんすごい。最強。直樹くんは本来は全問正解しなきゃいけない人でしたから甘酒だけと言われてたから本来は全問正解じゃん。そうですね。一回聞いて編集までしますからね。そうですね、はい、大きい無職ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。いや、皆さんのおかげで想像以上楽しく過ごさせていただきます。いやー、ちゃんと、ね、あの岡崎の八丁味噌の蔵で買いました僕。あ、そう、あそこに行って。はい、あの お味噌を買う用事があったんで、その時に一緒に買いました。あれで、はい、ご賞味だったんで。これで天下取りましたからね。それで天下取りました。確かに統一しましたからね。今の東京からはその味噌のおかげです。確かに統一してスパッと開いて東京駅に行くたびにこう、味噌を持って東京へ、東京に行くと、ああ、なんか俺も天下取るぞみたいな気分になって。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ロータスラジオ公式 LINE できました。イエーイ。登録するとどんないいことがあるんですか？登録するとですね、参加型公開収録、おオフ会、リアルイベント、特別ライブセミナー、うん、等々ですね、ご案内して参加いただけるという形にします。特典いっぱいですね、はい。どうやって参加するんですか？詳しくは概要欄にありますので、そちらチェックください。どうぞ。ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございます。この番組では、仏教やマインドフルネスについて、宗派や教義を離れた立場で、自由に楽しくお話しています。内容には諸説あり、厳密な交渉を経たものではありません。ご了承の上、お聞きください。それでは次回もお楽しみに。